まず最初に菅座長の方からブリーフィングさせていただきまして、その後質疑応答ということにさせていただきます。その時は挙手をして、ください。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。これ皆さんにお忙しい中ありがとうございます。今日私ども自由民主党の大都市問題に関する検討決定の中間報告が取りまとめ了解を受けましたのでご説明をさせていただきます。まず我が党の基本的な考え方でありますけれども、我が党は統一選に向けて地方自治の抜本改革を今日まで進めております。でそういう考え方を受けまして、来年において政令指定都市はもう20になる状況であります。大都市においてこの県との二重行政の弊害だとか、あるいは住民意識の希薄化、こうしたものがですね、指摘されてきております。まあ、そういう中で、住民が自らの発意によって特別区の成長を求める、これは大阪であのように府知事と市長が共にこうした特別区を目指す、まあ、一つの民意が出されたわけであります。そうした地方自治体の民意に対して私たちは国の法制上しようがあるかはできない、こういう立場は取るべきじゃないということで、そうした受け皿を設ける必要があるということを実は判断をいたしました。で現在、東京都にだけ認められております特別ここの制度一般化をしまして、東京以外の都道府県においても一定の手続きで特別区を設置できるように、そうした法整備を行うと、そういうことを決定をいたしました。それで基本的には都道府県市町村で、特別区で移行のための協定書をまず作ると、そして、議会で議決をする、その上に、この関係する市町村ですね、これ市がなくなるところを指しますけれども、そうした市町村においてはその協定書について住民投票になってます。で住民投票で結論が出たものについては総務大臣がそこを認めて関係の省庁と法整備を進めると、まあ具体的にはそんな内容であります。そして、この法案については私たち議員立法で、来年の通常国会に提出をして成立を見たいと、そういう思いいたします。以上です。それでは各社さんから質問がありましたら挙手をお願いしたいと思います。よろしいですか。ありがとうございます。すみません、 NHK ですが、ここにもありますが確認なんですけど、地方自治法の改正というスタイルで提出するのかということを確認したいのとですね、あと各党そのいろいろな大都市問題に関する検討会を作ってるかと思うんですけども、どういう連携を図るおつもりがあるのかという意見を聞きます。これは地方自治法改正して行っています。大阪に特別ということではなくて、さらに一般的な感じでやりたいと思います。それと、各党ともこの問題について協議会ですか、BTO を設けているんですけども、私たちこれから政調会長にこの中間報告を上げまして、当然私たちが今進めてます、事項でさまざまな議員立法の中で作ってきてますので、私はそういう方向になっていくのかなというふうに思いますし、それと同時にこの法律を私どもどうしても成立をさせたいと強い思いがありますので。協力をして、できる政策とは当然協力し、こういうことに結果的に私なるんだろうというふうに思います。ここはこれから
政調会長が決められたと思います。じゃあ引き続き社名名乗ってから読売新聞でお願いします。みんなの党がすでに公表しているですね、改正案では議決とともに国会承認という形でしていますが、ここで自民党の方で住民投票を入れたという理由について、これは一つの市がこれ解消されることですから、やはりこの我が党としては主要文献というものを進めてきておりますので、やはり住民の意思というものを尊重したいと、そういうことで、みんなとの保守とはここは全く違うと、そういうふうに思っておりまして、あくまでも地方の議決と住民投票と、民意というものを尊重していきたい、そういう考え方です。はい、時事通信の石垣です。この大阪党という、話自体ですね、大阪維新の会が、それを掲げて選挙を戦って、こういう流れになったんだと思うんですけれども、この大阪維新の会と いろんな政策面であるとか、あるいは、政治的な面であるとか、いろんな意味での連携について、座長としてはどういうふうに対応されていますでしょうか。一つの民意がこれ明らかになりましたよね。今まで、私横浜の市会議員やってましたけれども、横浜市でもいろんなことを実は主張してましたけれども、選挙の結果、市と市長と 知事、ここが一つの民意というのは今回初めてですから、それについて、冒頭申し上げましたけれども、我が党としてはしっかり民意を大切にする文献を進めていく、これが基本的な考え方です。この取りまとめた案をですね、大阪維新の会の側に何らかの形で説明するであるとか、そういったプロセスはどう考えていますか。大阪出身の国会議員の方もたくさんいらっしゃいますし、皆さんもこのプレートチームに入っていただいておりましたから、当然地元でそういう方向になっていくんだろうと思います。はい、よろしいですか。はい、じゃあありがとうございました。